私はトレイルランニング大学の講師、ホワイトカル。私は生徒の春日部紬。今日の授業は登山で使うザックについて。今日はトレイルランニングじゃないんだね。ミレーのプラトーとサース、フェアNX60、マムートのタスナ、ノースフェイスのテルスを紹介するよ。登山のザックはよくわからないから楽しみ。ミレーのプラトーは20リットル。日常生活と登山で使える大きさ。普段使いできるのはいいね。収納スペースが6つあるから、日常生活で重宝するの。通勤、通学、登山で使えるね。ミレーのバッグだから丈夫だし、雨が浸水しないの。ミレー、マムート、ノースフェイス。一流企業なら安心の品質。プラトーは前面の上下にポケットがあるの。これがとてつもなく使いやすい。スマートフォン、定期券、手帳、財布、これらの出し入れが簡単なのが嬉しい。ここからはじっくり外観をご覧ください。次はマムートのタスナ26。シンプルなデザインで機能性を重視。鮮やかな水色が素晴らしい。背面がトランポリン仕様なのが特徴。トランポリン。背中が密着しないから通気性が抜群なの。それは夏山登山で重宝するね。シンプルだけにポケットが少ない。完全に登山仕様だね。レインカバーは標準装備。カバーがなくても多少の雨は大丈夫そう。トランポリンなのでノートパソコンは入らない。曲がってるからね。普通にハイドレーションを入れよう。ストックホルダーもあるんだね。日帰り登山ならタスナ26で十分。ウエストバッグはないけど、クッション性はある。見るからに柔らかそう。ノースフェイスのテルス35。すごいいい色してるね。ミネラルゴールド、黄色のような金色のような。この色だけで買う。ベルサイズだと37リットルになる。テルス35はサイズがあるんだね。小物入れがとても便利。
レインカバーもある。巾着袋みたいになってるね。ハイドレーションもノートパソコンも入る。パソコンはトレイルランニングの記事と動画作成に必要だね。トレイルランニング大学のブログを見てね。トランポリン式じゃないんだね。そうなの、ウラノスはトランポリン式だけど。ウエストバッグ付き。それは便利。上部は財布とかスマホを入れる。山小屋でさっと取り出せるね。そうなの、山小屋泊ならテルスカウラノスがいいよ。詳細は概要欄に書いてあるね。レインカバーはここにある。使う機会がないといいな。ここからはミレーのサースフェ NX60 プラスを紹介する。60リットルの容量か。2024年3月に発売されたもの。テント泊で縦走する姿が思い浮かぶ。テルスと違って片手で開けられる。テルスは硬かったね。外からメインポケットにアクセスできる。中は緑というか水色というか。
間違って旧式を買うと悲惨だよ。概要欄も見ておくよ。下からも荷物の出し入れ可能。寝袋とマットも外付けできるんだよね。ドリンクホルダー付き。それはとてつもなく便利。ウエストバッグは二重構造、拡張できるんだよね。ここでサイズ調整できる。買うときにサイズの心配ないね。テントはノースフェイスのストームブレーク位置を使う。フットプリントもあるね。じっくりサースフェイの外観をご覧あれ。
最初にどのザックを買えばいいの？日常生活でも使うならプラトン20、山小屋泊ならタスナ、テルス、ウラノス、テント泊ならサースフェイ60、トレイルランニング大学で支給してくれないかな。今日は単独登山女子も使えるザックを紹介したよ。テルスとサースフェイは女性用があるよね。山小屋泊するのかテント泊するのか用途に合わせて選ぼう。テルスのミネラルゴールド買っとく。今日の授業はここまで。チャンネル登録してね。